異界に女神が紹介あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきたら、きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。カクカのやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。さて仕事だ。おや、移動して。あなたの永遠に美しい女神に会いに。あいや、えい、タツの神じゃって。いいのかな、紹介。カクカが先に会っちゃって。女神と共に美酒を楽しみたかったけれど、諦めるしかなさそうだ。よっしゃー、強敵が一人減ったね。両刀も来とったんか。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねん。はい、いらっしゃい。ん、秀吉殿たちも見に来たのかい。あの城にいるっていう目紹介、両刀が目上になってまうぞ。あいつの先に行かせていいんか。いいわけがないだろう。栄達は私の前にのみ広がっているのだからな。ああ、もう帰ればいいんだろう。この腕が上がるよう頼みたかったってのに。私と出世を競おうとは相手を間違えたな。うわ、孫一のやつ城の前に陣取りよって。ああ、なるとてこでも動かねえやつじゃからな。おう、来たか秀吉。分かってるぜ、お前も俺と同じ世界一の目。紹介、孫一は世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。ふん、傭兵ごときがこの私の邪魔をしたこと後悔させてやる。はい、退散するしかねえ。覚えてろ秀吉。許せ孫一、いつか必ず埋め合わせをする。妙だ、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んでくる。観察まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし、追い払わんと。おい、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。それにしては随分人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。この気品、いい達の神様も気に入るじゃろうな。ただ花を探しに来ただけなのに、ひどいものを売ってしまったな。さて仕事だ。軍神の子、その立場に甘えた結果だ。ちょっと私の観察に何してんの。絶対許せないんですけど。生涯観察の友達が怒っとるで。なんとかしてくれ。私は何も悪いことしてないし。あ、すまん、本当にすまん。男には譲れんもんがあるんじゃ。久秀、女神相手に生命の神秘の研究を。いや、ダメじゃダメじゃ。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。紹介、こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。このひねくれ具合も気に入った。いつか我が輩と組めるといいね。それじゃ。誰があんなくだらんやつを。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢のご対面。
美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治に国に加えてやるわ。いいものを見せてやる。うわまた厳しいのが来ちゃったら。生涯頼むで。女神、栄達の神ではないのか。多くに遠く存在しているだけで目障り。さっさと消えてもらおう。生意気な若造め、おまぎりにしてやるわ。おお、イルシオ女神はあそこか。消えた狼どもに囲まれてかわいそうだ。勝てるか。イルシオ必ず救い出す。待っておれよ。麗しの女神がそばにいるというのに。今度こそ邪魔者はいなくなったね。仕事だ。お？いやね。活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしの麗しの女神、こっちじゃ。私を騙していたな、秀吉殿。あっちは紹介。いやー、これはじゃな。あ、そう。私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。さあ、まあ。ねえねえ。こんな大事な時に女神に会いに行ったんだって。超特大のお仕置きだよ。ひー、逃げるで紹介。おい待て、なぜ私まで逃げねばならん。誰も真似はできない。観念しなよ。ちょうどいい、我が知略試させてもらおうか。ひよまさ、お姉様の命令は絶対、覚悟してもらいます。秀吉さん、ガンガン行くね。ひよまさ、わかってくれ。美女に目移りするのは男の差なんじゃ。俺にはわかりません。おねね様という立派な奥方がおられるのに。ひどいよお前様。後でたっぷりお説教だよ。さて仕事だ。すまん、ねね、この通りじゃ。せめて一目女神を見たいんじゃ。ずいぶん日韓のある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通にマシじゃろ。はあ、散々な。